皆さんこんにちは、キズナあかりです。ソフトオクです。ノマダイボウ参拝を終え、この後は海辺をドライブすることになりました。海辺のドライブじゃ解説することもないし困りましたね。まあ適当に雑談してれば良いと思います。じゃあ海辺をドライブデートの設定で行きましょう。いやいや、それはまずいです。15歳のあかりちゃんに対して私はごにょごよ歳だから。大丈夫です、19歳を演じてください。私も敬語をやめてタメ口で行きます。やっほー、海辺をドライブだぜ。お、おう。ねえねえ、次はどこ行くの？どこかで車を止めて海を見たいが、どうだい？賛成。キャッ、海が見えたわ。ほら、見て、見て。ダメだよ、運転中はよそ見できないから。チェック、つまんないの。今日は天気が良いね、青空が気持ちいい。チタは、名古屋から一番近い海って感じね。いやいや、一番近い海は名古屋港でしょ。でも、名古屋港で泳げる？潮干狩りできる？名古屋港で取った魚食べる気になる？おやおや、これは一本取られましたな。やだ、ジジ臭い喋り方。あう。あ、恋人たちの聖地ノマ灯台が見えてきたわ。恋人たちはここに永遠の愛の誓い、絆を象徴する南京錠をかけるそうよ。そして、絆の鐘。永遠の愛の誓いをし、伊勢湾に向かって、鐘を鳴らすんだって。あう、南京錠持ってない。だからってスルーすることないのに。悪い悪い、本音では、リア充爆発しろ、の、心理が働いて、お詫びにソフトクリームご馳走するよ。去年、ばあちゃんを連れてきた時に、立ち寄った店があるんだ。うん、わかったわ。到着しました。早く。ここでは、塩を作って販売しているのね。ちょっと海を見てこよう。うん。今日は対岸の三重県側がよく見えるね。し、波の音聞いてるから静かにして。次行こうか。はい。ところで、デートの設定だけど、この声でよかったのかな？男の声に変えようか。ダメ。それだけは絶対嫌。キモいから。あう。デートネタは一時中断して。
今日の撮影環境の説明をお願いできますか？了解しました。それじゃ声も通常モードに戻すね。今日の車載カメラは2台体制で撮影してます。現在はフロントウィンドウ上部に取り付けたオールウィナー V316 搭載機です。モードは 2.7K30fps、 給電はせずに撮っています。デブレ補正はついてませんが、車載用としては問題ないです。画面の下ダッシュボード上に取り付けたのはうちのチャンネルの車載用定番のイーケン HQ フル HD の撮影ではなかなか高画質で便利です。給電しながら常時撮影してます。リスクはありますが、アリエクスプレスで3000円台で買えるのが魅力です。カメラを切り替えてみました。比べると青っぽいですが、単独で使う分には案外気にならないものです。人間の目なんて勝手に順応するものです。フル HD での撮影はどうしても画質が落ちます。私の場合、再生環境がフル HD なので、それ以上は意味がないようですが、簡単にはいきませんね。ただ車載は長時間回したいので、画質よりファイルサイズ優先です。それで、次はどこへ行くの？豊浜の魚広場で、ちょっと買い物。ばあちゃんが、じゃこを欲しがってたんだ。わーい。お買い物だ。本当はもう少し先に行った、じゃこです、が、おすすめだけどね。今日は時間がないので諦めた。春に行った、じゃこの、ソフトクリームがあるところだね。私も行きたいな。今度連れてってね。おう、北はまだ何回か来る予定だから行こうぜ。忘れないでね。約束だよ。それで、チタはこの先どこを取材するの？とりあえず、たぬき寺の軍人墓地、コンクリート製の軍人像がたくさんあって、浅野松陰氏の作品らしいよ。ああ。五色園や桃太郎神社の人、なんか不気味そうで嫌だな。今年は行けなかったけど、観光農園、花広場、でひまわりが見たい。わっ、映えスポット。その他いろいろ行きたいところはあるけど、その前に撮りためた動画アップせにゃならんのよ。どんなのが残ってるの？お出かけ系では日本、名古屋城から東に続く文化の道、それと白鳥庭園、その他アクションカメラ系で日本予定してる。そうこうするうちに紅葉の季節が来る。うわ、頑張らないといけないね。空撮もしたいけど、ドローンの練習できてない。あんまり無理しないようにね。お城巡りもそろそろ次行きたいけど、チャンスがない。あまり欲張ると挫折しちゃうから、のんびりやろうよ。ま、アニメでも見て気分転換したら。今期は何が面白いの？私にそれを語らせるのかい？なかなか止まらなくて大変だよ。視聴者はおじさまが多いはずだから問題だよ。苦しみない、良きに計らえ。よい。まずは日暮の泣く頃に行こうかな。単なる旧作の焼き直しかと思われたけど、どうもそうではないらしい。この先の展開が楽しみなのです。ミパー、ああ、白川郷へ行きたくなるわ。
魔法科高校の劣等生来訪者編なんていかが。好みはともかく人気アニメだからね。ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか。略してダンマチの3期も始まってるね。これも要チェックだよ。神たちに拾われた男。原作は小説家になろう掲載の小説、いわゆるナロー系アニメだよ。続きが気になったら無料で原作が読めるのに嬉しい。ほのぼのとしたゆるいアニメだから気軽に見れるよ。試しに1話を見たらツボにはまって笑えたのが神様になった日。これは小説や漫画が原作じゃないオリジナルアニメみたい。最近は珍しいね。以上5作品は Amazon プライムビデオで見ることができるよ。そういえばゆるキャンの2期はどうなった？1月から始まるよ。とっても楽しみ。うん、期待して待ってよ。やっぱ海辺のドライブは気持ちいいね。越前海岸はもっと良かったよ。それと三重県の七里見浜も行きたいな。そしてその先の橋食いはもまた行きたいところの一つ。でも本当は通り道のワインディングロードが好きだけどね。しかし、手ブレ補正、無視だと画角が広いね。ダッシュボードがほとんど映って、小さな車に見えるけど、この車、軽自動車じゃないし、サイズ的にも3ナンバーだからね。そうそう、中華アクションカメラは画角を犠牲にして、手ブレ補正の性能を上げてるからね。でも、最近、手ブレ補正が効いている車載動画も好き。路面は上下に動かず、少し映り込んでるボンネットだけ動いてるやつ。いかにも車が走ってる感じだよね。YouTube を見始めた頃、国道や県道走ってる動画をよく見ていたけど、そのボンネットの動きが何を使うとそのように撮れるのか知らなかった。ジンバルとか EIS 知らなかったし。これからはダッシュボードが灼熱地獄にならないし、安物だけじゃなくいろいろ高いカメラも使ってみるといいかもね。360度カメラも持ってるんだし。確かにそうだね。そうすればもう少し海の方も撮れるし、いっそ車の屋根に取り付けたい。取り付け方法が問題だね。あと少しで豊浜だと思う。以下、公式サイトより引用。愛知県下、一の水揚げ量を誇る。ここ南知多豊浜漁港。この産地市場を消費者の皆様に広く開放したのが豊浜魚広場です。これ以上の新鮮さはない。水揚げしたばかりの海の幸、卸売市場の活気もそのままに、産地ならではの豊富な品目、嬉しい価格、水産加工品もいっぱい揃って魅力大量。お誘い合わせてぜひお出かけください。
信号、右みたいだね。オーケー、じゃあ右折するぜ。到着しました。あ、いらっしゃいいらっしゃい。はい、どうぞ。買い物も済んだし、高速を使って帰ります。ところで、タイムラプス使わずに、いつも早送り使うのはなぜ？途中で何があるかわからないから、等倍速で撮っておきたいんだ。後でどの程度の早送りにするかも、自由だしね。なるほどね。ただし、容量はがっつり食うけどね。
テブレ補正付きのカメラだ。アイキャッチ V39 搭載のリードエッジ V39 だよ。フル HD30fps でビットレートは 22Mbps。 E 剣 HQ よりはちっと容量食うかな。最後にまたタイムラプス風早送りです。名古屋高速を走りましょう。チャンネルは名古屋を起点としたお出かけ動画をメインに時々アクションカメラなどの紹介をしています。チャンネル登録していただけば最新の動画などにアクセスしやすくなります。もしよかったらチャンネル登録してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。まずはさ大人はいつ